今日は3歳の弟におもちゃを作っていきます。イエーイ。作るものはライボトルです。用意するものは絵の具水が入ったペットボトルとキラキラしたものです。では早速作っていきましょう。まず絵の具水が入ったペットボトルにキラキラしたものを入れていきます。こぼれないように気をつけましょう。取れないように気をつけてください。そしたら蓋をしてしっかりと振ります。そしたらライボトルの完成です。簡単に可愛く作れるのでぜひ作ってみてください。バイバーイ。